じゃあちょっと中身の説明をさせていただきます。まずはじゃあプリアンプの C5000 の特徴、構造的には、ツイントランスです。フロント側の左右に、ドーメキシャーシに入ったトロイダルのトランスが2つ入っています。で後ろのほとんどの面積が、ここにあるこの基板ですね。これで締められています。でこの基板はどうなっているかというと、こういう状態で中に入っています。上下2段で、しかも背中合わせです。でこれはブックマッチコントラクションといって、これを開いたときに完全に対称形になるっていう形ですね。ですから後ろに特にバランスケーブルを接続するときに下の R チャンネル側が上下反転しています。でなんでわざわざこういうことをやったのかっていうと、まずすべてのオーディオ信号が通る経路を1枚基板の中でやりたい、要はコネクターとかワイヤーを使いたくない、そういうものの その電気的なロスを減らしたいということで、これ4層基板で組んでます。でしかもこのパターンの白圧は従来の35ミクロンのほぼ倍の60ミクロンの白圧を使ってます。で、ここから入力、この入力があって、ここはフォノイコライダー、MCA ダンプとフォノイコライダーダンプですね。でこっちが出力側になります。ですから入力から出力までが1枚基板の中で最短経路で出ていくという。で、上下にこの基板を近接させることでですね、グランドが最短経路で落とせるというメリットがあります。で問題はこういう大きな基板って当然たわみます。たわむということは振動しますね。でこの振動をどうやって抑えるかということですけど、リアパネル側はこういう端子が全部ネジ止めされてますから、ここはしっかりしてます。問題はこの反対側、こういう空間のまま浮かしとくと当然振動します。でここに実は、こういうコの字型の、1センチ厚ぐらいのアルミの角柱をここに入れて、で上からグッて締めて、共締めをします。でそれでもまだ振動します。ということで真ん中あたりに、下から支柱を立てて、で支柱と間にまたブロックを挟んで、真ん中も一箇所ずっと共締めすることで、この2枚の基板がまず泣かないようにしましょう。でもし振動したとしても同じモードで振動するようにするということで、そうすることでセンター転移が非常にカチッと出てきます。でこちらこれこの手前に、ブロックケミコンがあって電源供給するわけですけども、ケミコンとこの基板は全部これネジ止めになります。コネクターとかハンダを使わないっていうこと でしかも、使ってるネジ自体は真鍮のネジを使うっていう、この辺も実は音を聞きながらやってます。これが一番プリアンプの場合特徴になります。でとにかく、ノイズを少なくしたい、それからインピーダンスを下げたい、それから電流のロスを減らしたい、そういう考え方で設計をしてます。で今度こちらのパワーアンプの方は、ここから出てくる信号を受けて単純に増幅するわけですけども、こちらはオーソドックスな真ん中に大きな電源トランスとブロックケミコンで R ちゃん L ちゃんというふうに左右対称レイアウトで、MOSFET のパワーダムがついています。でこちらの特徴もプリアンプと一緒で、基本的にはオーディオ信号が流れるところはなるべく電流のロスを減らしたいということで、まずトランスからの引き出し線のところは直出しになっています。通常は中で1回接点経由して出てくるんですけども、トランスの巻き線がそのまま外へ出てきて、それがネジ止めで固定をしています。で、スピーカーターミナルと、最終段のパワーダムのところ
まあ、ここはケーブル使わざるを得ないんですけども、このワイヤーは、PCCCC のケーブルで12ゲージのものを使っています。でトランスの容量としては、1200V ということで、非常に余裕を持たせています。で、プリミアンプの AS3000 だと MOSFET が形は2個、つまりプラス側1個マイナス側1個というシングルでやってたんですけども、今回はパラにやってます。ですからカタチャンモセフィティ4個使いですね。プラス側2個マイナス側2個、それが両チャンネル同期8個ですね。まあ、そうしたことで、まあ、リニアパワーが出せるようにしてあります。定額で言うと8オームで100ワット、4オームになると倍の200ワット、2オームになると4倍の400ワットという、そういう出力が出るようにしてあります。非常にあの電源の余裕があって、増幅のところも余裕がありますから、パワーアンプとしては非常に歪みが少ない。もともとフローティング&バランス増幅っていうのは、プラス側マイナス側が対称動作でお互いがプルプル動作をします。ですからゼロプラス歪みっていうのは出ないんですね。そういう特徴があります。それからグランドがシャーシに落ちませんから、ノイズの影響を受けないっていう特徴があります。そういう流れで、とにかく、オーディオ信号の純度っていうのを保ちながらスピーカーに送り続けるっていうことに徹したということになります。